フランスで起こった一大ハプニングは、遠くインドネシアでも小さくない話題となっている。動画画像、ハプニングの一部始終と、ベンチで、北曽江ム、ボーズコワ、ソリベストルもミ現地6月4日、4大大会、全仏オープン、の女子ダブルス3回戦で、加藤ミー、アルディラス・チアディ、日本、インドネシア、グミはマリー・ボーズコはサラ・ソリベストルも、チェコ、スペイン、グミと対戦。 加藤組は第1セットを落とし、第2セットを3対1とリードして迎えた第5ゲームだった。加藤が相手コートへ打ち込んだ球が、対戦ペアにボールを渡そうとしていたボールガールの頭部を直撃。少女は痛みとショックで涙が止まらなくなった。主審は加藤に警告を言い渡し、加藤はすぐさまボールガールの元に向かって謝罪したが、 最低が甘いとばかりに黙っていなかったのが対戦相手のペアだ。ソリベストルモは失格でしょ。わざとじゃない。彼女は泣いているじゃない。と幕したて坊主コアは血が出ているわよ。よく見てあげて、と促す。やがて大会のスーパーバイザーとレフェリーが登場して競技を重ね、加藤に失格処分が下ったのだ。しかも賞金とポイントをも剥奪するという、手厳しいペナルティも課された。 すぐさま加藤の元には選手仲間たちから励ましやエールが続々と寄せられ、プロテニス選手協会も失格処分は不当、賞金とポイントは返還されるべきだ、との声明を発表して彼女をバックアップした。一方で、ボーズコアとソリベストルもは容赦ないバッシングを浴びる。両者の SNS には合わせて1万件を超える非難の声が書き込まれ、加藤の相棒であるスチアディもインスタグラムで、 彼女たちは間違いなく学校に行って、一からスポーツマンシップを学ぶべきよ、と断じた。さらに、スチアディの母国インドネシアのテニス協会も怒りをにじませる。同協会の国際部門でチーフを務めるゴファー・イスマイル氏は、地元メディア、オケゾネの取材に応じ、彼女たちの失格処分と、加藤に対する賞金、ポイントの没収は厳しい。罰則が過剰すぎると主張。 加藤はボールガールがボールを取れるように打ったはずだが、少女は準備ができていなかった。人に危害や怪我を与えるための意図的なボールヒットではなく、純粋にどこでも起こりうる事故だった、と結論付けている。そして、坊主子はソリベストルも組の振る舞いには次のように急断した。当初、審判は加藤に注意を促しただけだったが、私の意見を言わせてもらうなら、 相手のペアは自分たちの利益のためにあの場を利用したのだと思う。警告で終わっていたところが、彼女たち二人が関係者を呼ぶように強く嘆願したため、事態は長丁場となり、最終的に失格のジャッジが下されたのだ。イスマイル氏は最後に、加藤とスチアディへの過酷なペナルティが心の底から残念でならない、とコメント。国民的な人気を誇るスチアディの失格処分を受けて、 やはりインドネシアのファンや関係者もショックを隠せなかったようだ。女子ダブルスで無念の敗退を余儀なくされた加藤だが、その後、ティム・プッツ、ドイツ、と組んだ混合ダブルスでかい進撃。準決勝でスチアディのペアと戦って7-6、6-0のストレート勝ちを収めると決勝でもビアンカ・アンドレスク、マイケル・ビーナス、カナダ、ニュージーランド、グミを相手にマッチタイブレイクの末に勝利を飾った。 日本人選手による全仏オープンの混合ダブルス優勝は史上3人目の快挙だ。表彰式のスピーチで冠類に結びながら、加藤はボーズコアとソリベストルモの2人についても言及。サラとマリーには、またどこかで良い試合がしたいと私は願っています。と語り、失格は残念でしたが、今後、良い結果が出てポイントが戻されることを願っています。と思いを明かした。